よし、今回はハードコアでマインクラフトやっていくか。俺さ、ハードコアでマインクラフトやるのさ、初めてなんだよね。うわ、緊張する。いや、どんなワールドが待ってんのかな。いや、待って、え、マジ、え、ちょっと待って、なんで、熱、え、どういうこと、なんで、ま、グマガーン。どうもこんにちは、ビクトです。ということで今回なんですけども、マグマが追ってくる縛りということで、歩くとですね、後ろからマグマが追ってくるっていうね、世界で、まあ、サバイバルしていこうかな。あ、待って、やばい、危ない。おー、すげえ。あ、これ黒曜石になるんだ。すげえ。っていう感じで、こういうワールドで今回は、サバイバルしていこうかなと思います。まあ、とりあえず目標としては、まあ、ダイヤチャレンジ、ダイヤモンドを取れればいいかなと思います。これさ、歩くとさ、マジでもう後ろがさ、終わるんだよね、これ。そう、だから一回行ったところとか、こうやってぐるって回ろうと思うと、ここね、詰むんだよね、これ。だからもう退路はないと思いながら進んでいかないといけないと。で、一応ね、ハードコアモードでやってるんで、一回死んだら終わりっていう感じでやっていこうかなと思います。もう早速なんかぐるぐる回っちゃったけど、これ大丈夫かな？え、これさ、止まってるとさ、マグマ来るんかな、一応。まあ、一応見て、あー、これは来ますね。で、なんかね、こう後ろに来るんだけど、ちょっと待って、これ大丈夫かな、大丈夫じゃないね。大丈夫はないっすね、これ。で、あと、僕今日口内炎がありすぎて、めちゃくちゃもうさ、口が痛くてあんま喋れないかもしんない。ちょ、初見の方はびっくりしちゃうかもしんないですけど、僕こんな滑舌悪くない。カッと。やった、ちょ待って、びっくりして死ぬ、死ぬ、危ねえ、危ねえ、待って、あ、ゆっくり木材集めらんねえよ、これ。びっくりした。あと、うるさい、後ろがすげえうるせえ。待って、これさ、やばくない、あ、待って、これ、あ、待って、これ、あ、やばく、あ、待って、これやばくない、これ大丈夫、え、これやばくない、あ、待って、あ、待って、はっはっはっっていうワールドなんで、意外とね、難しいっすね、このワールドは。まあ、ということで今回ね、ダイヤチャレンジをやっていこうかなと思います。これ木1個取ったらすぐ前行った方がいいね、これは。え、これ使い捨てだな、これマジ。木一本一本も一本見つけて、木材一個取ったらすぐ前に行くみたいな。え、なるべくツール、熱、一個取るのすらもうきつい、マジか、これ。いや、これ結構だるいな。早いとこ斧とツルハシとかを作っておきたいね、これは。で、待って、これクラフトも、まあ、実質これ止まっちゃいけない縛りみたいなもんに近いな、これは。まずこれ作業台を作っちゃうと、オッケーで、これは、もう、これ作って、オッケー。よしよしよし、もうまともに喋れない。口内炎もあるし、マグマも追ってくるし、みたいな。で、あと段差があるところに行くと、先ほどのように積むね、これは。やっぱ積むから、なるべく、こう、前に進めるところにいないときついね。で、食料がいねえな、なかなか。食料ちょっとこ、待って、前のワールド食料いっぱいだけど、今回食料がいないから、いや、待って、これ、あー、白川欲しいけど、これ、うー、危ないよ、危なかった、今普通に危なかったぜ。待って、木材、あー、待って、これクラフトもすぐ起こさなくちゃいけない、これは。いやー、ちょっと待って、え、作業台もこれ回収できるか、怪しいな。あ、待って、ここ、ここ警告がある。いや、でも警告行きたいけどさ、警告行くにしてもさ、結構場所選ぶぜ、これは。待って、まずこれは剣、あ、剣作るべ、あー、ちょ待って、本当に待ってっていうワールドなんか。お前、ジャングルとか、お前一瞬で燃えるだろ、これ。危ねえ、ちょっと待って、危ねえ。そう、後ろ振り返ったらもうダメなんだ、これ。F5 というか、こう視点変えて振り向かないとダメだ、これ。だ、ついつい癖でさ、こうやって向いちゃうんだけど、こうやって向くと前にマグマがあるんですよね、っていう感じなんですけど。あと1個気づいたことがあるんだけど、俺さ、今回ハードコアでやってるんだけど、多分これ普通にハードコア以外でも、リスポーン地点が多分マグマになっちゃうんで、あんまりね、関係ないね、これ。ハードコアじゃなくても、どっちにしろハードコアになるわ、これは。うーわ、待って、木材集めてーけど、一旦ちょっと安全地帯まで避難したいな。で、ハードコアモードなんで余計に走れないんだよね。スイカ持ってほしいな。食料は割と大事だから、もうこれでクリアするわ。多分これちょっと手前の方で一回壊しつつ、ちょっと進んで、これでマグマに当たらないように気をつけると。よし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 。あ、これで、これはもうほんと地味に繰り返していけば、ま、木材は集められるに違いないと。で、問題は作業台を出した後にクラフトする時間があまりないっていうね。あ、待って、洞窟があるけど、ちょっと木材が心もとないけど、あー、待って、一旦水場が割と安全感あるから、ここでちょっと茶濁そうぜ、マジで。茶濁しつつ、これで、一気に作っちゃう。で、作業台まず作る。はい、オッケー。どうなってる、これ、大丈夫。え、水の上もしかして最強、これ。
最強かな。いずれこれ下の黒曜石を追ってマグマがこう来るとは思うんだけど、あれ攻略した？あなんだよ、来ないのかよこれ。これ最強じゃん。あ、見つけちゃったね、欠陥を。はい、攻略しました、ありがとうございます。もう水のとこ以外行けないね、これは。じゃあ欠陥見つけちゃったね。なんで俺、いや来るんかい、来るんかいって何、何それ、待って、ずる。え、おい、不正防止やめろってマジで。まあでもマグマが来るとはゆえ水の中が安全だということは、待って、終わった、終わりました、ありがとうございます、ありがとうございます。あー、助ける、死んだくない。もう俺絶対クリアするわこのワールドで。いやもうやられた経験が生きてきてる、さすがにもう慣れてきたわ。だいたいこれぐらいあったら木材壊せるだろうなみたいな、この距離感、この距離感を掴んできたことによってだいぶいけるようになりましたってことで、まあ、木材もちゃちゃっと集めつつ、前方にあの山っぽいのがあるんで、あそこでまず石を回収しましょう。オッケー、木材回収はもうちょちょいの手よ。オッケー、まず手越しも出していくと、あ、この下の方向いておけば、これだわ。ちょっと待って、分かった、多分この支点の方向、支点の後ろに向かってマグマが現れるから、作業台で下の方向くじゃん。だから下の方向くと、何それ、分かった、さっきのジャングルのミスはこれだ。多分あの作業台でアイテム作ろうとして、あの支点を下に向けてしまったんですよ。そしたら上の方から出てくるんですよ。なるほどね、そういうことだったか。分かった、攻略法を見つけました。ここです、ここでこうよ、でこう、あー完璧だ。で木のつるはしで斧も作っちゃう、これなんならこれ剣も作っちゃうぞこれ。オッケー、あ、そういうことだったか、ようやく理解したわ。なるほどね、あ、いけるわ。でもさ、問題なのがさ、ダイヤモンドってさ下にあるんだよな。ダイヤ下にあるんすよね常に下向きに行かなくちゃいけないんですよ、きっつ。多分これ今いい感じにバグってるわ。これこの視点だったら一生マグマがこれ水でジュジュになってるから事故らないように回収すると。上の方向きながらだったらクラフトできるんで、あ、一旦ちょっと水場まで行ってさクラフトしてえな、これ。まあ、こんだけあればさすがにオッケーでしょ。アップグレードするで、アップグレードしたからこっからさらにいろいろ、あ、待って、鉄ありそうだけど、いやこれちょっと鉄トリプルテイクしてえな、これ。これちょっとさ、あんまりこうなんていうの、それこれ長期戦だと思って、あのたまたま目の前に警告があったらラッキーぐらいな感じで歩きながら行きますか。てか今思ったんだけどさ、これまだ敵出てないからいいけどさ、ゾンビとかスケルトン出た時終わりじゃねこれ。あー、いるわ、終わったワンチャンこれ下行こうと思えば行けるっぽいけど、一旦ちょっと降りてみよう。試しに降りて、ここ水あるから、まあ、水場があれば、これ、なんとかなる。マグマが降ってきてる。やばい。これ大丈夫か？耐えるよね。ここでもうさ、鉄集め切りてえな。鉄があればいいんですけどね。ここにありますね。ありますね。鉄が。3つくれ。ゴミ。これどう戻ればいいんだ？上向きながら掘っていけば、一応帰れる。帰れるとは、まあ、ある。あ、全然帰れる。帰れるっちゃ帰れるな、これは。いや、正直、洞窟ちょっと積むかなって思ったけど、いざという時は上向きながら掘ってけば、まあ、帰れるっちゃ帰る。うーわ、すっげえモブいる。なんかすげえ金ピカのさ、スケルトンいるんだけど、やば。あ、待って。警告？あ、どう？あ、待って、鉄来ちゃ。これ来ちゃ。鉄来ちゃ。よしよしよし。これ絶対回収したい。これ。ここで3つ回収しちゃえば OK。 いやもうこれ下行っていい、下行っていい。熱い。なんか変なお鳴き声する、嫌な鳴き声した、今すごい嫌な鳴き声がしました。あ、これでマグマだまりになってるから、あ、 OKOK、 あ、 OKOK、 これで OK か。いける。 OK、 鉄が4個焼けたんで、まあ、あとはこれでツルハシを作るだけど、でさ、これ厄介なのが洞窟って、あの敵が目の前にいたらこう通過できないんで、ね、さっき地上だったからなんとかなったけど、今回なかなかそうはいかないかもしんない。よし、ちょっと一旦そう、危なかった、今びっくりした、今死にかけた。あー、スケさん普通に横向いたからさ、マグマあったんだけど、早くね、あいつ来んの、やーみたいなマグマがやーみたいな感じでさ、今いたんだけど、あ、待って、え、村があるんだけど、おい、ちょっと村からさ、食料とアイテムゲットしようぜ。いや、これでかい、村があるのめちゃくちゃでかいぞ、やった。
ラッキー、おー、なにこれ。お、すごい、ネザーゲートの跡地みたいなやつ。金ブロックある、いらねえけど。あ、チェストあるよな、確かこれって。あれ、これってチェストなんか、あったあった、あ、あっ、あっ、ふざけ、危なかった今、危なかった、危なかった。そして洞窟もある、危なかった。これさ、ちょっと待って、これ行く方向間違えるとチェストあるかなっつって家の中入って、帰ろうと思ったらドアがマグマだらけになって詰む可能性あるからね、これ。待って、一旦これ慎重に行こうぜ。やばい、だいぶやばい、ごめん、お前ら、お前らの村燃えるわ。最大限被害を及ぼさないように、もう俺がいる時点でだいぶ被害なんですけど、あれ、ここってチェストあったっけ、この家って。あ、わかんねえや。あ、待って、鍛冶屋っぽいのある、あそこに鍛冶屋があるから、これはちょっとチェストを取ろうぜ。さすがに鍛冶屋は、鍛冶屋のチェストは結構重要よ、これは。やっぱで、あ、終わっちゃった。